はい、練り切りです。今日の練り切りは、椿。はい、では缶椿いきますよ。椿、まずピンクのやつね。ピンクのやつを出しますよ。もみまして、はい、こうやって広げます。広げます、こんな感じね。ちょっと待ってろ。はい、でこの中に、オグラン入れますね。で保温していきます。はい、中にエアが入らないように。はい、そしたらこれを上手に丸くしていきましょう。はい、で指の跡を消してこんな感じでいきますね。はい、どうです、丸くなりましたか。はい、掘ったら、これは小指でいきましょうかね。小指のこの小指、小指のここのこれ使います。これいいですか。これを真上に乗っけてちょっとグリグリグリっとします。はい、こんな穴がつきますね。はい、そしたらこれをこの縁をですねつまんでちょっとこう持ち上げていきます。全部丸く持ち上げていきます。これがあの花びらの先っぽになるので、あの先は薄くなってもいいです。こんな感じで、ここにこう指の跡がこうあるじゃないですか。これを、なじませていきます。ここで転がして、こういう転がして、こうやって転がして、この指の跡をきれいに、どうですか、こんな感じになっていきますね。はい、でトントンちょっと下に座りを置いて、でこの中に、しべを、はい、しべいきますよ。黄色いやつ、はい、ニュッと、はい、出ました。でこれをこのつぼみの中に入れていきます。これを竹串でつまんで、よいしょ、ちょっとたっぷり入れましょうかね。つまみ木のあのしべはねちょっと長くて結構ボリュームありますから、こんな感じで、はい、そしたらまたちょっとこう先を閉じる感じで閉じ込めちゃう感じですかね。こんな感じでもう出ないように、はい、で、これで三角棒で花びらの筋を立てていきます。まあ、あの三か五なんですけども、あのこれを斜めに入れていきます。いいですか、斜めに、ここからスタートして斜めに、こういう筋ですね。これをだいたい3本ぐらいニューってて斜めに、これね、はい、もうちょい行きましょう。ニューってて斜めに、こんな感じです。はい、でこれでドンと置いて、あとは、葉っぱですね。葉っぱのあのマッチャンでちょっと平たく伸ばして葉っぱの形にして、椿の葉っぱはね、あの縁があんまりギザギザしてないですから、なんとなくこういう楕円状のものをあのつければいいです。で、ちゃんとあのしっかりつくようにですね、あの狙ったところにちょっと指にあの水かなんかつけて、軽くですよ、軽く水つけて、それで貼り付けていきましょう。綺麗にあの
こうやってなじませてください。はい、どうです、椿です。これあの仕上げにね、また金箔でもちょっとつけるとそれっぽいですから、それっぽいことしましょうかね。それっぽい、いつもの皿、はい、どうでしょう、椿です。